今日も一日よく頑張りました。いつもならまっすぐ生徒会室に向かうのですが、たまにはこうして散歩をするのもいいですね。急ぎの用事があれば、音やか時矢が呼びに来てくれるでしょう。二人ともとても優秀な私の自慢の部下ですから。あの高い木の穴から顔を覗かせているのはリスの親子？ここで動物を見かけるのは初めてです。どこかから移り住んできたのでしょうか。仲睦まじくて見ていて微笑ましいです。私たちの学び屋であるノーブル学院もこの森のように穏やかで平和であればいい。そのためなら私も手を尽くしましょう。あなた方が学区内で対立抗争を起こしているというチームのリーダーですね。なぜ今日ここに呼ばれたのかお分かりですか？少々の小競り合いなら私たちノーブル学院の生徒会が口出しするほどのことでもありません。現に先代はその所業に目をつむってきました。ですが近頃のあなた方は目に余ります。白昼堂々仲間を大勢引き連れては人目につく場所で喧嘩し、善良な生徒たちまで怖がらせる始末。ノーブル学院の誇りにかけてそのような行為を放置することはできません。あなたたちを粛清します。私の平和の理念をきちんと理解してくれるまでここから出すわけにはいきません。反抗してもダメですよ。